皆さんこんにちは、大輝です。ノアです。なんかついてます。撮っていいんでしょうか。今年の YouTube も今日が最後です。今日はなんと忘年会、嫌なことを忘れましょうってことで、ちょっとそれについていろいろ話をしてみたいなって思っております。はい、ということで忘年会です。お疲れ様でした。あのボトルちょうだいこれでいいの。フランスちゃん。そうなの。別にいいと思うけどね。番組じゃないし。そうだよね。皆さん、忘年会は知っておりますか。確かに韓国語はあるんだよね、マンニョンウェって、うん、でもマンニョンウェの意味までみんな知ってるのかな。知ってるよね、きっと。忘れるね。あ、韓国もそう、マンニョンウェ。そんなもんじゃない。今年の嫌なことを忘れましょうみたいな感じでしょ、はいはいはい、でね、今年じゃあ1年振り返って忘れたいことを考えてみたいと思います。みんなは嫌なこといっぱいありました、今年。あったね。今年はあんまりなかったかな、うん、忘れたいこと、うん、嫌なこともいいことも全部私の思い出なんで、私はそう思ってます。で、その中でも一つだけ、私の人生で本当マジ恥ずかしいって思うことが起きたのですよ、今年。2022年。何でしょう。これは本当に忘れるんだったら忘れたいぐらい。自分が韓国に遊びに行ったじゃないですか、みんな。で、韓国に久しぶりに遊びに行って、韓国に行ったら毎日友達のバー行ったりして飲んでるんですけど、その日なぜ自分が点滴を打ったのか意味がわからないんだけど。点滴？点滴を打ったの。なんかビタミン点滴みたいな、体にいいみたいな感じのやつ、それを打って、その日も もちろん飲みに出かけたんですよ。で、テキラからスタートをして、まあ、いつもテキラで終わらせてるんだけど、その日ね、9個が全部ないの。あ、そうなの。全部ではないけど、そりゃそう、最初の2時間ぐらいしかないんだよ。でもいつもの量と比べたらそんな飲んでもないんだよ。すごい最初に、まあ、点滴を言い訳にしてると思ったけど、でも点滴が本当に理由だね。じゃあそうそう、うん、そんなことないもん。ないない、うん、でね、自分酔っ払ってもこんな感じの人だし、あんま変わんないじゃん。変わんないじゃん、すごいハッピーになるだけで、そんな変わらない人なんだけど、ちょっと変わる。でも人の頭噛んだりするから。まあそれくらいね、それ可愛いじゃんね。その日は後から自分も写真見て分かったんだけど、クラブとかで寝ちゃって、で、すごい友達に写真撮られてて、みんなクラブで寝れる？寝れないでしょ。ビンもよく寝てるけど、ビンはもうカラオケだろうがどこか関係なく寝ちゃうじゃん、うん、でもビンの気持ちが分かったの。すごいね、人生で初めてか。人生初、人生初あんなに酔っ払ったし、うん、誰か私の飲み物に薬入れたんじゃないと思うくらい飛んじゃったの。マジ恥ずかしすぎて、次の日ももちろんクラブに出て、クラブのスタッフにみんなに謝ってったよ。ごめんなさいって。寝ただけで。まあ寝ただけじゃないんじゃない。あ、そうなの。そんなに。それだけかな、自分今年忘れたいこと。忘れたいっていうか恥ずかしいこと。忘れたいことってあんまりないよね。忘年会って忘れたいことより、まあとりあえず飲みたいのとお疲れって感じだもん。まあね、ただ飲みたいのを理由にしてて、みんな集まったって忘れたいことなんか話してないじゃん。そう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 、忘年会、ね、ただ飲むだけでしょ。はい。最近は何かあるの。あるんです。何？すごい最近の出来事。これがなかったら今年は別に忘れたいことなかったかもしれない。ベルにやられたやつ。あ、これ、うん、これはもうね、仕方ない。もうね、ベルちゃんね、モデル人生で初めて。あー、言ってたね。そう、本当に申し訳ない。モデル人生で初めてミスをしました。自分はいなかったの。うん、いなかった、うん、今まで完璧だったのに、モデルの仕事ランウェイで間違っちゃったんです。自分の出番を間違ったんだったよ。そう、自分の出番を間違えちゃったの。なぜかわからないけど、二人で出るもんだと思ってて、ツツツツツって本当は一人一人だったのに、女の子と一緒に二人で出ちゃったの。一緒に歩いた子がカノンちゃんっていう、今グローバルですっごい売れてるモデルちゃんなんだけど、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。でもね、気づかなかったの。歩いてる最中も自分が間違ってることに気づいてないの。いつ気づいたの。後で教えられて、え、何のことです。最初はあれ、なんかすごい歩きが合わないなと思ってたの、うんうん、どうしたんだろうみたいな。でももちろん最終的に綺麗に2人とも合わせてこう帰ってきたけど、うん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 、
なんか違和感は確かに感じてた。でも自分が悪いとは思ってなかったの。あれどうしたんだろうみたいな、人のせいにしてて、あれどうしたのかなとか思ってて、で次に来る子がいるじゃん、歩いてて、うん、その子はすごく不思議な顔でこっちに歩いてきてんの。ああなんで二人で歩いてるの。そうそうそう。でこの子もなんでランウェイで歩きながらこんな顔してるんだろうぐらいに思ってたけど、自分が原因だったんですよ。びっくり。もうね、頭がおかしくなってたのね。あと、いつもノアと一緒に活動してるじゃないですか。ペア、ペア、ペア、ペアの仕事が多くて、もうランウェイも、そう、ペアで歩いちゃったんだよね。カノンちゃんに一言謝って、あと、関係者の人たちに。そう、カノンちゃん、本当にあのトップ。オープニングの座を僕が台無しにしてごめんなさいっていうのと、何かお返しするね、本当に彼女に。で、関係者の皆様も失礼いたしました。いや本当にモデル人生の汚点だわ。汚点までではなくない？別に。びっくりした、自分で自分でびっくりした。今までもちろん海外とか行くと特に思うんだけど、なんでこんな簡単なことできないのって思ってた人間だった、モデルに対して。他のそれが十分に。まあそういうこともあるある。本当に忘れたいですね。まあでも忘れずに、それも勉強だと思って。多分あと慣れすぎててダメだね。緊張もしないし、緊張もないし、もう、まあ、普段もペーペーペーって歩くわけじゃないけど、で4つ賞あったんだよね。だから1本だけだったら絶対間違いないじゃん、まあね、もう4つも賞あったから、もうきっと頭がぐちゃぐちゃになってて、まあ言い訳ですよ、本当に言い訳なんですけど、待ち時間もずっと仕事のメールしてたしとか、もう頭がもう言い訳ですよ。いいんじゃない、謝って終わりにしな。はい、失礼しました。あとは、あとは本当ないんだけど、忘れたいこと。あのね、2022年ちょっと YouTube 休んだでしょ、もう忙しすぎて。やっぱりなんか続けていくことって大事だなと思ってて、来年はちゃんとできるだけ休まないように、はい、続けていきたいので。あと相変わらず2022年も大気ノアを愛してくださった皆様、心から感謝しております。2023年も私たち大気とノアを応援してくださいませ。さらには日本語で言ってみて。愛してる。おお、I love you。 Why me。 ありがとうございました。本当に感謝してる。ちょっと冗談っぽく言っちゃったけど、うん、まあ、相変わらずね、昔から応援してくださってる方たちもいるし、あと、うん、新しく僕たちのことね、知ってくれて応援してくれる方々のコメントもいっぱいありがとうございますね。いつも見てますよ。うん、あの YouTube ってさ、インスタと違って本当にコメントが多いじゃん、うん、それがすごく嬉しい。わかる。インスタにもちょっとコメントしてくれない？今インスタに欲しいってわけじゃないけど、やっぱりなんだろうな、みんなの言葉がすごく励みになるので、見たら嬉しくなるよ、うん、嫌なコメントないし、私たちね、はい、消してるわけじゃないよ、みんな。誰もそんなこと私消さないから。そんなこと誰も思ってないね、うん、ありがとうございます。皆さん、良いお年を迎えてください。もう終わり？だってなんかそういう感じじゃないの。すごい短くなる。だってありがとうありがとうばっかりって言ったらもういいでしょう。はい、みんなもコメントで今年忘れたかったこととか、うん、なんかそなんかいろいろあったらまた言ってくださいね、はい、ね、みんな今年も大変お世話になりました。ありがとうありがとうございました。もうずっとありがとう。じゃあハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ありがとう。もう一回出てないよ、こういったら見じゃあね、これモザイクね、ビンビンもヘピニューイヤー。あ、ごめん。じゃあね。じゃあね。